皆さんこんにちは、武田塾の高田です。川野です。今回は今から受かる大学の限界参考書編。11月だったとして、11月、12月、1月、3ヶ月で終わる参考書の限界みたいな、はい、文系の話でいきたいと思います、はい、理系はね、なかなかやっぱり3ヶ月厳しいんですよ、うん、まあ数三までありますしね。じゃあまず英語からいきましょうか、うん、英語はまず単語帳、はい、これはシスタンを1200まで、はい、2等コマ線、生成名学あたりは1200でもいけるかな、うん、でもマーチ3章までやりたいですね。シスタそう単語覚えるのなんとかペース乗ってギリギリ間に合わせられそうだってとこは、うんまあ、そこまで言ってほしいんですけど、うんうん、とりあえずは1200までを完璧にしましょう。そうです ね、1200を繰り返して本当に使いこなせるレベルまでするっていうのがポイントかもしれないですね。そうです。むやみにとりあえずシスタも1冊完璧にしようっていうと間に合わなくなっちゃう可能性があるんですよ、はいうん、絶対ダメです。でどこまで自分がやるかっていうのを明確にするっていうのがここの意図ですね、はい、英熟語、はいはいはい、これ時間がなくても絶対に必要です、うん、で今回使う参考書はこちら、うん、英熟語ターゲット。はいはい、で結構ね速読英熟語とかね、うん、このチャンネルでも取り上げてるんですけど、この3ヶ月ってなったら絶対にターゲット使ってください。もう優先順位の高い順に最初のパート1のところですね、うんうんうん、これは絶対に覚えておきたいっていうことで、うんうん、180を完璧にする、うん、中央大学やっぱりイディオムの出題とかが高いですし、まあ、他にも関西の方だと近畿大学とかってイディオムの出題数すごい高いので、まあ、その場合はターゲット全部やった方がいいかなと思いますけど、うん、自分の大学の出題傾向が、まあ、長文オンリーで読めればいいんだよってことだったら、うん、英熟語ターゲットのパート1をやるいい作戦だと思います。そうですね、文法と、はいはいはいまあ、解釈ですね。まず文法、これは大岩から始めてください、はいはい、大岩の一番初め文法の超基礎文法編、うん、そこからなんですけど、はい、志望の大学によって変わります、うん、読解がメインの大学を目指す場合には、うんうん、肘の読解に進みましょう、はい、肘の読解のための英文法、うん、必修編。そう、文法の本、ネクステとかヴィンテージとかポラリスとかをカット、うん、カット思い切るしかなかったんですよ。なるほど。3ヶ月で本気で受からせるってなった時に、うんうんまあ、これはね苦渋の選択だったんですね。文法問題とか出る大学の場合は最低限やってほしいのはポラリスの1、うん、特に中央とか近畿大学とか文法めっちゃ出る大学の場合はヴィンテージとかを1冊めちゃめちゃちゃんと仕上げるとかはやった方がいいかなと。なので、まあ、これは本当戦略が全然志望大学によって変わってきちゃうんですね。ここまで終わったら、はい、もうねどんどん読解に入っていきましょうっていうことですね、うんうんうん。読解だったら高田先生これはどうしましょうか。ザルールズとかソリューションとか、うん、そっちのシリーズがいいかなと思いますね、うん、SVOC 回数がかなり詳しい長文の本を使ってほしいなと思います、うん、そうです。複数冊やるのはなかなかもう期間的に厳しいんですよ、うん、一冊に絞る、一冊に絞ったらもうどんどんそこからもう過去問演習に入っていくというのがやっぱり一番早いかなと思いますね。これがまあ英語の3ヶ月間に合わせるための最短ルートになりますね、はい、では続いて現代文ですね、はい、現代文でまずはやっぱり読解取らないとしょうがないということで、うんうんまあ、ここでやってほしいのがこちら、はいまあ、ゼロから覚醒と、うんまあ、ポラリス1あたりですかね、うん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 、ここら辺はまあ読解基本的な読み方を学ぶ上で必須かなと思います。できればやっぱりやっておきたいのがこちら、はいはい、キーワード読解と漢字マスターの1800、これね時間がないからここカットしたい気持ちは分かるんですけど、漢字マスターとか出てくる漢字語句の意味までやっぱり抑えられるっていうのがでかいなと思っていて、選択肢に知らない語句出てきたらもうその選択肢を判断しようがなくなっちゃうんですよ。そこを抑えるっていう意味でもやっぱここまではやってほしい。夏目漱石の心を読んどいた方がいいとか、あれは文学作品として抑えといた方がいいかもしれないですね、はい、本当にやっちゃうじゃないですか心を嘘ですよ、はい、誰か突っ込んでくださいもう読まなくていいですからね、はい、読書よりも正しい読み方を学びましょう。で続いて古文、はい、川野先生これどうでしょう。古文はやっぱり古文単語と古典文法が基礎になってくるので、はいまあ、読んでみて覚える古文単語315とか、うんまあ、優しく分かりやすい古典文法とか、もしくはステップアップノートとかね、うん、基礎を固めてほしいですね。でその後は、まあ、富井の古文読解始めから丁寧に、うん、もう割と 1,2 週間で終わっちゃう本なんで、読み方をそこで抑えて、で次古文ポラリス1に入るのがいいと思いますね。そうですね、古文上達45をやりたいんですけど、45個の文章をやっぱ残りの時間考えると読んでる時間はないかなと思うんで、うん、ポラリス1で文章の数を減らして対策していくのがいいんじゃないかなと思います ね、まあ、ここまでやってもあとはどの過去問の中で知識もしっかりアウトプットしていくっていう感じですね、はい、続いて、はいまあ、歴史科目ですね、はいはいはい、でこれまず前提として、はい、政治経済使えるんだったら政治経済にしましょう、うん、最近のやっぱり入試傾向として、はい、もう政治経済どんどん使えなくなってるんですよ、うんうん、その場合にはもう日本史世界史をこれ選ばざるを得ないとなってきた時、うんうんうん、この時には講義本から時代と流れ、うん、もう時代と流れを極めてもうあとは過去問演習、これ日本史世界史ともにということですね。共に
ですね、うん、この3ヶ月で、うんまあ、どうにかね日東駒線クリア、うん、そして、まあ、マーチも狙った学部をピンポイントで抑えるってなった時の、うんまあ、本当最低限やってほしい参考書になってくるかなと思いますね、うんうんうん、これだけ完璧にしたらねそれを知識が全部頭に入った状態で入試会場を迎えるので、うん、ぜひやってほしいですね。余裕で絶対に受かるってレベルはもうこっから3ヶ月はどうあがいても無理なんですよ、うんうん、ただその可能性がいかに上げれるかっていうことを考えれば本当ここさえしっかり身につければ全然戦える可能性出てくるんですね。諦めそうになってる子もまだ諦めない、うん、何をやれば自分の可能性を最後まで高められるかもう一度考えてみましょう、うん、頑張ってください。残り3ヶ月本気で過ごしましょう。今回は以上です。田野先生、はいはいはい、今年も冬だけだけだの季節がやってきましたよ。ついに今年もやってきましたか。そうなんです。あの冬だけだけだが今ならなんと1ヶ月入会金無料で受けられるんです。おお、高1高2中学生のみんなこの冬本気で1ヶ月頑張ろう。詳しくは概要欄から。